こんにちは、こんばんは、トコベッチです。今日はマルちゃんと試合形式をしております。それで試合を振り返ってですね、攻めるのか守るのか、そんなところをテーマにですね振り返りたいと思います。こういうボールですね。ここをやっぱり攻めないでどうするんだって話ですよ。で結局劣勢になってしまう。振り返ります。ここいいバックのクロスいってるわけですんで、場合によっては回り込んでもいいと思います。でバックならバックで攻めないと、ただ返してるだけですよ。これじゃ丸ちゃんに攻め込まれます。でポイントを失う。で今なんかはマルちゃんをですね後ろに下げられたわけですよ。でも結局イーブンに持ってっちゃう。でスライスでドロップで取られて、まあポイント取られると。ここですよね、先ほど言いました、ここ、これが見えてないんですよね。で結局イーブンにしちゃうわけですよ。まだイーブンですね。でここでまあマルちゃんがねもう少し厳しい体勢でしたらボレーに行くのも良かったのかもしれませんが、結局そこまでいいダウンザラインでもないん でこのドロップも悪くないドロップだったんですけどね、マルちゃんの反応がいいですし足も速いですし、ポイントを失ってしまうという形でしたね。これも後ろ下げてるわけです。でこのここでこのボールじゃないですよ、後ろ下げられてるわけですから、ムーンボール打ってどうするんだって話ですよね。ここも優勢なはずなんですよ。でも結局イーブンに持っていってしまう。それどころか、まあ、今アウトでしたけども打ち込まれてしまうというパターンですね。こういうボールをもうちょっと精度よくですねしないと上の人にはなかなか勝ちきれない。こういうボールです、ここのボール、ね、もうやっぱり50センチから1メーターサイドに打ちたいですね、どうせ狙うんなら。ここはマルちゃんの、まあ、ステップ見てください。後ろ足でスイッチしているパターンです。サイドスイッチです。今もねマルちゃんも面白いバックハンド、これ右足をつけてのバックハンド、私は これは苦手ですね。私はやっぱり左後ろ足軸ですが、バックもしこの場合はここだってそうです。バックで打つんだったらもう少し厳しいとこ行かないと。フォアが得意な人は回り込んでるタイミングはあったはずです。ここですね、バックで行くんでしたらもう少しやっぱりもう50センチ1メーターサイド欲しいですね。そうじゃないと優勢にはなりきれない。たまたまねアウトになりましたけれども、ここです、こういうボール、こういうボールの練習しないと、ただつないでるだけじゃ結局こうやって、はい、もう劣勢ですよね。どこから優勢になってどこから劣勢になってしまうかっていうのが歴然ですよね。こうやって振り返りますと、要はここの精度が悪いんです。ここ違いますよね、ここで劣勢になっちゃうんです。
だから相手のいる位置だったり、ね、相手が踏み込む体勢だったり、その辺を見ながらですね、やっぱりコース気味にしないと、リバースフォア、もうここではマルちゃんはもうしっかり打ち込みますよね。この精度がやっぱり私よりマルちゃんが高いわけですよ。逆クロス、ドロップ、ロブ。これはね、たまたまネットしましたけれども、そこじゃないですよね、今ね。ストレート狙わないと。逆クロス、スイッチ、ドロップ。この後の処理です。ここやっぱり、スライスで、速いスライスでストレートしたよね。それでポイント取れたと思います。リバースフォア。ここは 足が合わなかったです。当たってません。リバースフォア。いやー、こういうところです。足が合ってません。足が合ってませんね。リバースフォア。こういうボールをしっかり決めきれないと、ポイント取らないと、どこで取るんだよって感じです。リバースフォア。先に攻め込まれ、守りのリバースフォアで、マルちゃんにしっかりためを作られて、ウィナーと。逆クロス、はい、ここをしっかり軸を保って、後ろ足で軸を保ってですね、逆クロス、ローテ。これはね、やっぱりしっかり今はスイッチした方がいいかったと思います。右足ジャンプしていいかったと思います。逆クロス、ローテ、バックのステイ、そしてスイッチ。でも精度がない、精度がない。焼きそばに怒られる。バックフット、ローテ、バックフット、ステイ、そしてチャンスボールが来る。スイッチですが、もう普通のつまらん場所、コース。もっとえぐい逆クロス打たないとダメだよ。まだまだだね、本当に。リバースフォア。スライス。スイッチ。バックハンド。リバースフォア。つなぎのバック。スライス。バック、逆クロス、リバースフォア、スライスロブ、ドロップ、ロブ。今なんかは多彩でしたよね、やってることが。スライス。で、バックフットのスイッチ、バックハンド、ストレート、リバースフォア、バックハンド、つなぎ、スライス、低めのスライス、バックハンド、逆クロス、リバースフォア、スライスロブ。これがいいところ行きましたね。後ろに行ったんで、ドロップして前来たのでロブ。
で、丸ちゃんがまあミスしてくれたという形でした。こういうボールです。こういうのはやっぱりしっかり決めていきたいと思ってます。もう少しね、やっぱりこのちょっと決めボールの練習もしますわ。チャンスボール、ね、はい、後ろのローテです。ありがとうございました。